ピレ要塞は一見監獄に見えるが、その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。君たちに偽の罪状を用意するので、密かに調査してきてほしい。ここには隠しルールが多く存在するんです。手配した偵察員だけじゃなく、潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。謎の荷物、血の色の液体。絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。人は遅かれ早かれおごりの代償を払う。もしリオセスルに計画が存在するとしたら、それは何なのか。太陽と久しく会わずにいりゃ、恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。僕、頑張らないと。予言が次の段階に入ったんじゃないか。そして今、災難が訪れようとしている。なんと嘆かわしいことか。私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。いつか必ず私たちの存在意義を見つけられるはずです。君たちが災いから誕生し、生まれつき危険があると噂されている。こんな寝所不明な種族信用できないわ。メリュジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。今俺の頭の中にあることはただ一つ。血は血であがらってもらう。リオセスリー、ディエットとクレミネをどこにやった。たとえ目を背けたくなるような真実であってもか。被害者の残された血と肉は処理ができない。奴らによってあらゆる形に変えられて、永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。君は誰？何をする気だ。殺さないで、お願いだから。これがお前の考える公平だとでも言うのか。答えろ、ヌーレット。ウォー、mi gente, va a estar esto, va a estar esto espectacular. 君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れたとき、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得。私は決してそのように尊敬されるべきではない。Bueno, musiquita. 旅行者们，欢迎回来。不知道有没有和我一样的旅行者，每次看完新版本的 PV 啊，都会对其中出现的角色和故事非常的好奇。所以今天啊，我也依旧是邀请了项目组的小伙伴，我们的战斗设计师叶黑，来给我们介绍新版本中的相关剧情以及角色的情报。非常感谢大伟哥的邀请。旅行者们，大家好。这次会由我来向各位旅行者介绍剧情和角色的相关内容。哎，欢迎欢迎！哎，自从做完这个4.0的模式任务以后啊，我一直想知道之后的发展。趁着这次机会啊，叶黑啊，先和我们聊聊4.1版本的模式任务好了。好，先问一下，大伟哥还记得4.0相关的版本剧情吗？有印象，不过还是叶黑啊，帮我们简单回顾一下吧。没问题，我们初到枫丹时，就协助林尼、纳维亚他们解决了几宗案件。但其实最后都汇聚到了一个案件上，也就是少女连环失踪案。而且在此期间，鱼人众的执行官公子还有于不明的原因被审判送进了梅洛比的堡。没错，看到这里的时候我就在想啊，被审判的可是鱼人众的执行官啊，
人族应该不会坐视不管吧？是不是会有新的执行官因此登场呢？大伟哥很敏锐啊。没错，在4.1版本中，互相为封山的仆人，为了处理这起外交事件，也前来与水神弗林娜以及米拉斯·孔福克罗林会面了。哦，这场面原来就很精彩。那是必然的，而且仆人提出的几个方案其实都被婉拒了。这么一听啊，感觉火药味很浓啊。是有那么一点，不过最终纳维莱特还是答应派人前去梅洛彼得堡确认公子的情况，这才暂且压下了这股火药味。我猜猜，所以这个任务就落到了我们旅行者的肩上，是吧？没错，为了让我们顺利融入梅洛彼得堡，贴心的纳维莱特先生给我们安排了一个小小的罪名。哦对，这里就得简单提一下梅洛彼得堡的设定，因为梅洛彼得堡并不是简单封丹监狱这一个概念，它名义上并不隶属于封丹的司法体系，一直都是以自治的形式而存在，所以纳维莱特才需要让我们伪装成囚犯下去调查。这次潜入的任务啊，看上去还挺新鲜的。在4.1版本中呢，封丹的魔神任务第三幕向深水中的沉心和一方必须开动的中烟之客也将会开启，旅行者需要在梅洛彼得堡暗中调查一系列的事件，以及追寻公子的行踪。值得一提的是，这个过程中旅行者会得到一些老朋友的帮助，也会遇到一些新的面孔，比如梅洛彼得堡的公爵莱欧斯利以及护士长西格文，展开一系列的冒险故事。各位旅行者们请敬请期待呀。看起来啊，4.1版本的故事重心都是在梅洛彼得堡呀。旅行者啊，如果想要在这里调查，我猜一定会与梅洛彼得堡的最高负责人莱欧斯利进行一番斗智斗勇。叶黑啊，不妨具体为我们介绍一下这位公爵呢？作为梅洛彼得堡的管理人，莱欧斯利确实很有威慑力，既能照顾得到弱势的群体，也能镇得住强势的恶棍。在他上位后，实施了一系列的改革，让梅洛彼得堡运作得焕然一新。也正是因为如此，梅洛彼得堡并不是像大家所想的那样如监狱一般，甚至有一些刑满释放的罪人都不愿意离开了。听你这么一说啊，这位公爵可真是不得了啊。不过啊，梅洛彼得堡作为全封丹罪人的流放地啊，只有高超的管理手腕，我感觉可能不够，想必他也拥有令人信服的实力吧。没错，作为犯人的流放聚集地，梅洛彼得堡多多少少总会有一些不服从管理的犯人，这时候道理讲不通，就只能通过其他方法以理服人了。而莱欧斯利自然也不缺乏这方面的实力，由于莱欧斯利之前当过地下拳手，因此拥有高超的战斗技巧。这种战斗方式啊，倒也确实符合我对他的想象。在这种情形下，拳头有时候才是硬道理嘛。搏击意味着力量的碰撞，但也常有故意卖弄破绽给对方，然后猛然回击的表现。作为一个冰元素的法器使用者，O sea, como un Heizu, gente. Va a ser un Heizu de crío. Permafrost. Ah, mira, ahí con Toma. Va a tener que unirse con Toma.故意卖出自己的破绽，让敌人觉得有机可乘，之后在危机时一发逆转玩弄敌人。大卫哥的描述可真是生动形象啊，他的战斗方式与他的处事风格可谓十分的相似。此外，莱欧斯利也非常擅长调度资源，在合成武器突破素材时，莱欧斯利也有一定概率会获得双倍的产出。Ah, va a tener como es una posibilidad que cuando usted vaya al sintetizador le saque otra pieza adicional. Hola Lucy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué más Lucy? Códigos, no, todavía no. No han pasado el primero. Esta unidad con Chanlinga va a estar buena. Chanlinga y Toma para ser derretidos. Parece a Ryu de Street Fighter.
No, no han dicho los códigos todavía. Todavía no. Uy, el papurro. La ulti, gente. Uy. Mira, es como un torbellino de agua. No, todavía no. Todavía no han tirado el primero, Lucy. Yo calculo que en cualquier momento van a tirar el primero. Pero creo que los códigos de acá no sirven aquí. Los códigos sirven en el stream de... O no sé, no me acuerdo bien. O creo que sí. Sí, llegaste justo a tiempo. Y Furina la mostraron ahorita, la mostraron con la Fatui. No, sí, ella sale, creo, no, Furina sale, creo que en la 4. En la 4.2 creo que sale Furina. O sea, en la otra. No, ahora no sale. La muestran, creo que la muestran solamente en... La van a mostrar en alguna... En la parte nueva, pero... Cuando fue la historia, ¿viste? Pero en Banner creo que no todavía. Creo que en la 4.2 viene ella. Mira, ahorita viene Snubisley y la unidad de crío. Yo lo quiero, quiero saber si, si van a ir siempre ajustado. Vamos a ver si viene ajustado. Ah, mira. ¿Tienes pite asegurado? Fantástico, fantástico. Ah, mira, lo hacen con él. Está tú, la ulti. Deja como con unas cositas ahí. Por eso lo decía, ah, qué bueno. No, mira, se puede nadar. Tiene más aguante. Cuando nada, tiene más aguante si le lleva Nube Ley. Ah, sí, mira, viene ajustado, viene ajustadito. Viene la almohada ajustadito. Y viene 20. Tiene el pitia 12, ah, qué bueno. Pues mire, vienen. Viene rerun y vienen dos unidades nuevas. Mira el catalizador. ¿Esas armas qué son? Ah,
我们还会给大家带来新版本的场景地图情报，精彩继续哦。Mire, ahí está el código. Lucy, está el código. Dan 100 protogemas y 10 minerales. Y ve, mira, colocan tiempo y todo. Mira, faltan 41 segundos, 40 segundos para que acabe. Esos códigos ya mañana no sirven. Solo sirven hoy. Que es lo que yo tengo. Lo que tengo, o sea, lo que sé, no sé. Estos códigos, si no los meten hoy, bailas. Sí, solo estás tú y yo. No hay nadie más, que es muy temprano. La gente está durmiendo. Uno porque es un desquiciado. Lo sé. Y la voz de... Ahí está la voz de Niulek. Lo puse, sí, son tres codiguitos, que eso sirve para algo. もう最新ストーリーに登場してですね、会っている人も多いのではないかと思います。気に入っていただけていると嬉しいです。まだ会ってないタイビュートさんは頑張って本店のまで来てくださいね。このヌビレットなんですけれども、まあ、最高審判官というだけあってですね、非常にこう平等なことをこう、強いられている人なのでですね、まあ、一見こう、まあ、見た目とですね、喋り方なんかも含めて怖そうに見えるんですけれども、まあそんなことはない。実は根は優しくて、本当はこう話しかけてほしかったりとか、自分で話したかったりすることもきっとある。みなは、おいせ、テルセルアニバーサリオ。ペンシリンパー、テルセルアニバーサリオ。このフォンテーヌという新しいママテルアニバーサリオ。たくさんの新キャラが登場しますので、彼らとどう関わっていくのか、そしてヌビレットはどんな風にストーリーに変わってくるのか、まだ何も言えませんが、楽しみにしていてください。以上、ヌビレット役の神谷博史でした。原神3周年、おめでとうございます。あっという間にまたもう1年経ちましたね。この1年の間にここみちゃんはたくさんのストーリーを、できました。夏イベントの主要メンバーとしてね、皆さんと一緒にわちゃわちゃドキドキと不思議な瓶の中で大冒険をしましたね。あのここみちゃんのズバ抜けた頭脳で皆さんをねまた助けることができたんじゃないかな。そして軍師として、旅人さんたちを助けられたんじゃないかなと思っております。そんなココミちゃんですが、覚えてますか、ビュンビュン爆速車に乗ってですね、乗り物に乗って酔っちゃって目のハイライトが消えちゃったりなんてこともねありましたね。それはリアル？そんなココミちゃんもすごい。O sea, que la 4.1 dicen que es. ¿Que te dan 407 deseos o qué? Para conseguir, y puede ser. Pues son muchos deseos, 107. Capaz que de pronto está metido pase de batalla y bendición lunar ahí, capaz. Que también está incluido ahí. ¿Kokomi qué hace aquí? ¿Qué onda? ¿En el evento o qué? Eso dijeron. Para conseguir, vamos a conseguir 107. Ojalá, o bueno, ojalá, no sé. La verdad, yo no sé. Ojalá yo pueda conseguir eso. Ahí tenemos ya, ¿cómo es? A Forina ya garantizado. Mira Alino. ¿Qué hace acá?
原神3周年おめでとうございます。そして間もなくニーロ実装も1周年となります。こちらもおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ニーロが登場してから感想を結構聞く機会があるんですけれども、やっぱり表情とか仕草とかがとっても可愛いって言われることが多くって、私も演じながら確かにこうニーロちゃんの朗らかな表情とか、あと舞を舞ってる仕草、それから戦闘面でも強いですし、こう強いながらも綺麗に舞い舞っているような、こんな感じの動きがとってもとっても素敵だなと思っていたので、皆さんにもそう言っていただける機会が。Pero qué arma me habla Lucy? La arma del, la arma nueva? 私もとても誇らしく思っております。ありがとうございます。そして原神の物語の中で主人公はもうニーロちゃんがいるスメールから離れて新しい国へと旅立っていきましたね。もうこのまま会えないの。Ah, no sé todavía. Polina no sé todavía. Tiene pinta de ser catalizador, Polina. O espada corta. No tiene pinta de ser de lanza. O quién sabe qué esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. No, yo soy auto. それからニーロちゃん食べることが大好きなので、もしかしたらそうやって公演をしながら各地の美味しいお店とかグルメを巡っていたりするので、もしかしたら食堂とかにもいるかもしれませんね。まあ、あの原神の世界はとってもとっても魅力的なので、私もニーロちゃんと共に旅をしながらこれからも楽しんでいきたいと思います。これからもニーロそして原神の世界を旅人の皆さんも一緒に楽しんでくださいね。どうもありがとうございました。ニーロ役の金本久子でした。ねえ、見ろ、なかなかパイマン。Sí, faltan dos códigos. Ay, mira, ya la casé la, la voz de Paimon. Sí, faltan dos códigos, Lucy. Todavía faltan dos. ¿Será que es ella la que hace la voz de Paimon? Ah, sí, ah, mira. Ni la conocía. Chao, 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 Paimon. Chao, Paimon Real. Bueno, esta es la nueva zona, gente. Mira. Al fondo, ¿eh? Vamos a escalar.世界的风景啊。
给我们带来全新的体验。对于新版本的场景啊，我可是十分期待。那么不妨就从我们身后的这片区域开始吧。从刚才开始啊，背景中这个漂浮在空中的水体啊，就让我一直十分好奇啊。阿汤哥来给我们介绍一下。没问题。我们身后的这片区域就是旧枫丹科学院的中央实验室遗址，在自然地形va a estar lindo la nueva zona, gente. 枫丹的清新优雅，但因为枫丹科学院的某些科技与狠活，使得整个区域发生了巨大的爆炸事故，所以上空。¿Será que se pueden nadar en esos cubos? Yo me imagino que sí, ¿no? Se ve que se va a poder entrar a nadar en esos cubos adentro. 十分壮观，也因为这里曾发生的爆炸事故，场景设计上也是会更加的残破与凄凉。No será un boss. 枫丹城的优雅精致，这里更带着一丝淡淡的忧伤。哎，确实啊，一眼望去啊，都是残破的这个遗迹啊，可以想象啊，当初的这个爆炸事故啊，是有多么惨烈。是的，相当的惨烈啊。这个场景展现爆炸后的不稳定性是一大难题。我们利用了水道这个不稳定要素去呼应水体，既满足了概念设定，也为玩家创造了进入异重力凝水体的路线。这个异重力凝水体啊，我有印象，在森林版本的前瞻节目中有提到，好像是可以进去的，对吧？没错，旅行者们是可以设法进入其中的。而在这些异重力凝水体中隐藏的秘密，就等待大家前去探索。话说啊，前面你提到这个叫枫丹科学院的机构，听上去太疯狂了吧？居然把这么大片区域都给炸掉了。是的，这些其实都源自于枫丹科学院某一次失控的实验。在长久的历史中，枫丹动能工程科学研究院一直在以曾经洗去无数生命，又总有一天会再度遮天蔽日的洪水为敌，寻找着生存的途径。而蕴含着庞大能量，能够粉碎大地桎梏的史基矿，则一度被认为是开启救赎大门的钥匙。据此，艾德温啊，米勒斯博斯生前设计了一个叫重力实验性场力发生装置，para subir la nube，最终发生了事故，并未能取得应有的成效。这台实验性场力发生装置也因此失控，停驻在科学院的旧址某处。在旅行者们与它遭遇并陷入苦战时，记得利用它提供的失重效果进行跳跃。mira ese poderazo que tira. Hay que tener cuidado. Bueno, que tenga el escudo de Chonglin, ahí está. 看来我们的战斗中啊，要多利用它的机制了。没错，这部为了搜索关于枫丹科学院爆炸的各种情报，女人众也来到了这一带。旅行者在这里将会遇到新的敌人。愚人众双翼人和愚人众风翼人，他们来自隶属于仆人的精锐，拥有不俗的实力，可能会给旅行者们带来不小的麻烦。看来这片新区域啊，危险与机遇并存，旅行者们可要小心了哦。那么介绍完地上的区域，这次阿汤哥又给我们带来哪些关于水下的情报呢？自然是有的。接下来我来再着重讲一下梅洛彼得堡，它与 4.1 的主线剧情十分密切。在枫丹惩治犯人的方法就是将其流放至梅洛彼得堡，这里看似监狱，本质上却被认定为流放者的聚集地。在这可以参加劳作，得到生活的物资。整个梅洛彼得堡建设在水下，其隐蔽的结构多以蒸汽管道和齿轮为主，本身略带精致的工业风也衬托着这里是个威严的地方。我们利用多种树管道结构，并且尝试了多种排列组合，参考了一些常见的蒸汽朋克元素，提炼出属于枫丹水下监狱的艺术特性，想给初次到达这里的旅行者们留下深刻的印象。的确如你所说，给我留下了深刻的印象。不过作为全枫丹罪人的流放场所，它内部的设施数量想必不止如此吧。在梅洛彼得堡下方还有一处制造着各种机关的工厂，那里就是流放者们平时劳作的地方了。在继承上方区域的蒸汽管道元素的同时，设计团队围绕着重复劳作和流水线的设计语言，借鉴了多种装置艺术中运用。Hola Ricardo, ¿cómo está mi amigo Ricardo? ¿Qué se cuenta, qué se dice, mi amigo? 流水线式的重复感，我
Buenos días, ¿eh? Colombia es temprano, mi amigo, ¿eh? Creo que son las 7 de la mañana en Colombia. En Argentina ahorita son las 9 de la mañana. Sí, creo que sí. Más o menos, creo. Capaz que el aniversario sea para el próximo stream. Cuando venga Focalor, creo. No, mira, misión de mundo, creo, ¿no? Ah, mira, otra voz nueva. Tenemos dos voces esta vez, mira. Pero tiene como que sea pinta de semanal. Esa tiene que pinta que sea semanal. O será normal, pero no sé. Cuando juguemos nos damos cuenta. Llegaron tarde, ya se comieron el primer código. No, solo de menos, Lucy. Porque cuando pueden atrasar el stream, lo pueden atrasar o cuando lo pueden buscar los códigos luego. Ya pasaron un código, Ricardo, ¿sabes? Ah, mira, es que Yamaha. Yamaha aquí. Le está dando publicidad a Yamaha. Yo también tengo una moto Yamaha, ahí está. Ve, mira. Ah, mira, aquí ching. Ah, qué lindo. Llaveros. Qué parche tener un llavero de eso, ¿no? Bueno, segundo código. Dan 100 protogemas y 5 libros para subir al papichurro de Nubilek. Ya saben, gente, que esos códigos mañana ya no sirven. Esos códigos creo que solamente sirven para hoy nomás. Ya mañana ya pasan a la mejor vida. Sí, aquí van en la mitad del stream ya. Porque este es el segundo código, Ricardo. Encima te ponen tiempo. Faltan 24 segundos para que quiten los códigos.
啊，我当时以为他们只是开玩笑而已，没想到他们来真的。不过文迪作为吟游诗人，他的创作水平应该相当高啊，而胡桃的打油诗也独具一格嘛。不仅仅是他们，还有来自黎月和蒙德的其他伙伴也一起参加了大会，十分热闹。不过在活动期间发生了一件奇异的事，身为参赛者的重云提出自己之前见到了一个类似妖邪的东西，于是众人在参加大会的同时也开始探寻起了事件的真相。诗歌大会举办的那么隆重，想必与之相关的活动也很丰富吧。这次Ah, qué bueno, Ricardo. Que estuviste farmeando para el Trotamundos. Está confirmado, gente. Está confirmado de que viene Venti y viene Jutao. Ah, mira, nuevos eventos. Está bueno, este evento está bueno. Y Ricardo, ¿ya decidiste qué arma sacar, Ricardo? ¿O todavía no? Del pase de batalla. Ah, mira. Ah, mira, ¿se ve que aquí te... ¿será que te presan aquí? Ah, mira, va a estar lindo el evento.灵感结晶每隔一段时间会在角色身边引发一定范围的冲击波，造成巨量伤害。如果能灵活运用灵感结晶的冲击波，或许能轻松打倒这类敌人。寻景异化则是一个通过拍照来寻找缺失景物的玩法。根据提示，旅行者需要帮助画作修复师通过拍照修复画作，在拍照时将画片与当前景物对照，寻找画片上缺失的景物，hay que completar la foto o la imagen, 并获得奖励。在本次游水运诗集活动中，Jutaito, uy, viene un meme, viene, ese evento viene con corona, gente. Y van a dar un catalizador, ve. Ahí está el catalizador para, si tiene el de crítico, no sé si era el de crítico.Exactamente, se pierden ya en el pase de batalla. El alma no sé todavía. Por ahí busco un video en YouTube, Ricardo. Busco un video en YouTube mirando qué arma más rentable, ¿viste? Y por ahí de pronto. O mire qué unidad vos usas mucho y que le falte arma, no sé. Ah, mira. Qué fueguito. Mira, vamos a tener un evento bajo el agua. Vienen cositas, gente, vienen cositas.Ah, mira, no hay que golpear. Ah, no, sí, hay que golpear.
在 4.1 版本中，除了常规的热斗模式更新，牺牲召唤的铸境演练也将再次开放。旅行者可以选择附加条件，获取积分来领取奖励。最后，在 4.1 版本，我们还会开启。Ay, ojito con esto, ojito.Vamos a tener de por dos, gente. Vamos a tener por dos. Vamos a tener de por dos. 辛苦研发组的同学给我们准备了那么多有趣的活动，看得我都眼花缭乱了，已经迫不及待想去试玩一番了。另一方面，我们也一直在关注旅行者们的日常游玩状况。随着游戏运营年份增长，一些原本看起来合理的前期和常规设计，如今却成为了旅行者们体验中的痛点。因此，我们在 4.1 版本对前期的内容设计做了部分调整。首先，我们加强了冒险等阶突破任务的提示。Level 25。在旅行者们的派蒙界面和冒险手册向导页，都增加了相应的引导。在突破任务中，我们缩短了地城的通关耗时，移除了部分高难度敌人，来帮助新手旅行者更好地完成突破任务。这个好。其实啊，当初我第一次做突破任务时啊，确实用了挺长的时间啊。这次的调整啊，应该能帮助到不少的旅行者。不仅如此，我们还对每日委托做了一次重大调整。随着游戏内容逐渐丰富，在每日委托之外，游戏内还有大量玩法等着旅行者体验。因此，我们在 4.1 版本推出了冒险系统。在这个系统中，旅行者可以通过完成任务。开启宝箱，获取收集物，参与活动的方式来获取历练点。哪里也是这拼的。通过完成每日委托获得奖励，旅行者也可以通过累积历练点来换取委托奖励。每天通过两种方式累计最多领取四次委托奖励。每日委托奖励被领取后，仍可进行任务。想要体验任务或者完成成就的旅行者，可以继续去完成这些委托。历练点将在服务器时间每天的凌晨4点清零。太棒了，我很早就喜欢有类似的系统了。当开启新区域或者活动时啊，总感觉要做的事情太多啊，自己时间不够用。那现在有了这个功能啊，我在体验其他内容的同时啊，还能够获得委托奖励，真可谓是一举两得啊。没错，我们也希望旅行者们可以更多的享受游戏中的其他内容，得到多元化的体验。除了版本活动与系统优化，在公测三周年之际啊，我们依旧为旅行者们准备了一些神秘的奖励来庆祝这个特殊的日子。Helen， 也来为大家分享一下情报吧。为了感谢旅行者们一直以来的支持与热爱，在 4.1 版本期间，签到活动观赏流华将会开启。旅行者们可以通过每日签到获得最多10枚纠缠之源以及其他道具奖励，不容错过。同时Van a dar tiras del... ...为旅行者们额外奉上总共1600原石和4个脆弱树枝，以及两个特殊纪念小道具。¿Será un paquete? 便携式空气动力胶质炮生发器和柔柔小章。Ah, nueva mascota. 此外，在 4.1 版本更新后，游戏内商城的首充双倍状态也将会重置。具体信息，旅行者们可以留意官方后续的相关公告。好耶！相信大家已经和我一样十分期待 4.1 版本的到来了。Eso como que va a ser un pack, gente. Lo que mostraron ahorita era como un pack. Me imagino que ese pack debe ser con dinero real. 更多有趣的内容，后面的节目更加精彩。皆さんこんばんは。フリーの役の水瀬いのりです。この度は原神3周年ということで。Ay, mira. おめでとうございます。Mira, mira que tenemos aquí.El instrumento, el de cantar. Sí, ya lo van a tirar, ya lo van a tirar el último código. Falta un código nomás. Creo que sí, Ricardo. Creo que sí. No, creo que uno ya lo tiene ya. Lo que tiene que es.Lo que tiene como es que es desbloquear las canciones, creo que es. Creo que el instrumento lo tiene uno ya, Ricardo. Lo que tiene que ir es a buscar los naranaras para desbloquear las canciones.
para abrir cosas. Si no estoy mal. Es que Sumero, uff, Sumero, híjole. Sumero hay mucho condumio, gente. O sea que Ricardo le tuve que andar por todo Sumero, buscando todo su naranara, por todo lado, lo que se mueva, anda a hablar con lo que se mueva, mejor dicho. ¡Oh, Furina! Sí, es que sí, no, Sumero, uf, Sumero tiene mucho, 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 mucho para explorar. Tiene muchas misiones, Sumero. Claro, tiene que desbloquearlos para que no se esconda. Tiene que ser una misión, tiene que seguir la misión, Ricardo. Mero es aquí como un berraco y me telepata. Claro, comisiones de mundo, Ricardo. Y ahí de Sumero. Chicos, vamos a dar me gusta, chicos. Sí, tiene una voz bonita, Furina. Cúbete. Yo creo que muestren cómo es Tartaglia. ¿Qué pasó con Tartaglia? Quiero que muestren, no sé. Chao, Furina. Mira. Mira la Shogun. Lucy, gracias, Lucy. そして、誠という三役を演じさせていただいてきました。1年目に雷電将軍が実装されてからもう2年ということで。 早いですね。本当にありがとうございます。最初にこのライデン将軍っていうキャラクター資料をいただいた時には、収録もそうだったんですが、すごい冷酷。とにかく冷たく冷たくとディレクションを受けながら撮ったキャラクターだったんですが、今のイナズマの神様。今のラソアイシート。 Gente, muchísimas gracias por los corazones, por los conitos, esas caritas. Somos 4 personitas y le agradezco mucho, gente. Son míos. Ah, muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias. さらに途中からですね、Aの双子のお姉さんの誠っていうキャラクターも登場したりとかしまして、演じ Ricardo. ¿Qué dice la Shogun? Que no tienen por Furina. Que viene acompañada de Kikis. No, no, chavos, esas Kikis.
¿Qué vamos a hacer, Kikis, Ricardo? Necesitamos que vengan Tinaris o Kichinis. Kikis no. すごくのんびり楽しませていただいてきました。なんかそんな、お話がこの先増えていっても、嬉しいなと個人的には、思っておりましたので、引き続き、ご声援のほどよろしくお願いいたします。これからも雷電将軍そして、A ちゃんと一緒に原神の世界の冒険楽しんでいただけたらと思っております。雷電将軍 Yo la tengo 66, ¿en serio? Hijo de pete. Oh, mira, ¿qué hace este loquito aquí? Ah, mira la voz de. Ahí está el que hace la voz de él. Ya no quiero más, no, ¿para qué más? C6, uy, qué brutal, ¿eh? Una Kiki C6.ものすごく力が入っているなっていうのは実際に僕も収録している頃から、感じておりましたし、そういうふうにお話も聞いていたのでものすごく緊張しながらも、このリネというキャラクターを僕自身一生懸命、こだわって撮らさせていただきました。これからも引き続きこのリネというキャラクター、ね、まだまだ活躍があるということなので、これからも、ずっとずっと Sí, está buena la voz. Está buena la voz. Dale, hablamos. Oh, mira la de Linetec. Ah, mira. Esa es la que hace la voz de Linetec.リネットはフォンテーヌの世界から出てくる新しい、パク比較的新しい目のキャラだと思うんですが、皆さんからしたらおそらく原神が発表された時から足跡の PV からですかね。だからすごく長いことを待ってくださっていたっていうお声をたくさん目にしました。そんな中でこう原神の世界に私も飛び込んで皆さんと一緒に旅をしているんですけども、本当にワクワクする世界観とワクワクする物語と楽しいゲーム性、あ、esa niña ahí de hielo? ¿De cuál niña de hielo? 楽しませていただいていますし、きっとこれからもまだまだ出会っていないあんなキャラやこんなキャラに出会えるんだという。Si habla de esta unidad de elemento Anemo. Ah, la Kiki, ah, sí. La Kiki sí te crió, sí. ¿Y ya la subiste a nivel máximo?Lucy, la subiste aunque sea a nivel 90. Yo cuando tengo una unidad de permanente a CC la voy a subir al niveloLa voy a subir al máximo cuando tenga una pesa a S6. Todavía no tengo ninguna, pero. Chao, Linetec. Ah, mira. La voz de Kaella. Poderosa esa voz, ¿eh? Ay, mira. Es que hace la voz de Kaella.原神3周年ね、おめでとうございます、ね、すごいですね、3周年、まあ、原神大人気でございますから、ね、En serio, yo si la tuviera CC, yo la subo a lo máximo, le subo los talentos al 9,
La subo a nivel 90 y la llevo para el abismo. Aprovechar que la tengo C6. No, Lucy, qué envidia. Ojalá yo la tuviera C6. Encima ella es consonancia crío. La consonancia crío está rota. La odio, no, esa unidad buena, la unidad buena. La unidad la odian porque daña los pitis, por eso la odian. Pero la unidad buena. Una buena curandera. Bueno, ¿qué viene más? ¿Qué pasó con Tartaglia, gente? Quiero que me digan qué pasó con el Tartaglia. Su arma una estrella. Yo no sé, Lucy, yo siendo usted Lucy, yo subo a Kiki. La subo sí o sí. La llevaría con Kokomi, Ayaka y ella. Y llevaría a Kazuha. Qué equipazo, Tengo todos los 5 estrellas de hielo. Con constelaciones. Sí, el Tartar se lo llevaron para la prisión. Pero no sabemos qué pasó con él. Recuerde que Tartaglias le dio en la misión de mundo. Tartaglia le dio, ¿cómo es? La visión a ella. Por eso yo pienso que no tenía mucho poder cuando se enfrentó contra el juez. Ah, mira, ¿por qué hablan de Mustang? ¿Por qué hablan de Li Yue? Inazuma. Sumeru. Y Fontei. Sí, gente, recuerden cuando en la misión del mundo, cuando comienza Fontaine, que se lo encuentran al Tartaglia, Tartaglia le da, ¿cómo se llama eso? Le da el coso de hidro al Tabibito. Capaz que de pronto por eso fue que quedó débil, creo yo, no sé. Nueva zona. Sí, hay nueva zona. Pero en Fontei, creo. El Tabibito. No, dice. Dice el primer mapa. Mira, recién comenzó el stream de la... del Genshin en inglés. Barbarita. Ah, ¿en serio? Ay, qué bueno.
游戏中战斗体验的重要一环。每个角色都拥有独特的战斗技能和神之眼元素，这不仅丰富了游戏的战斗策略，也为旅行。Vamos a hacer la muestra. Vamos a hacer muestra la nueva zona. 正因为这些角色伙伴啊，才让皮瓦特大陆的世界增色不少，使得游戏啊不仅仅是简单的战斗和探索，更像是一场情感丰富的冒险之旅。哎，那么让我们看看下一个数据吧。经历了之前的两个数字啊，我觉得自己是肯定猜不出来的。Michael， 快为我们公布答案吧。其实这个数字还有一个单位，215G， 它指的是截止4.1版本游戏内所有最高精度美术的资源总量。215G 啊，这个大小是有点吓人呐。Michael， 你给我们讲讲背后的故事吧。可能大多数旅行者不太能判断这个数字所代表的工作量。原神是一个依赖卡通渲染营造幻想氛围的游戏，这就意味着几乎所有的写实类素材，包括照片修改的贴图、真人动捕的动画，都是没有办法直接应用到游戏中的。这215G 的美术资源是原神的原画师、建模师、动画师、特效师等同学们经过精心构思或实地取材，然后重新亲手制作出来的。是啊，有的时候我晚上路过美术同学的工作区啊，发现有些同学还在工作，还挺过意不去的。但同学们这么辛苦啊，平时还是会非常自豪地给我转发他们最近画的新场景啊、新角色，就像是介绍自己的孩子一样兴奋。但是啊，大家非常努力创作的同时，也需要考虑到玩家的设备是否能承载这样庞大的资源量。所以我们的技术团队面对如此规模的资源，也是付出了相当大的精力，对不同的设备、不同平台进行性能评估和分级，对资源进行不同等级的精度拆分和管理，优化加载和包体构建策略。其实最近我们看到不少的旅行者留言，觉得枫丹版本的包体占用空间依旧是太大了，对此我们也是深知做得还不够，之后会进一步探索其他的优化手段，给大家带来更好的体验。辛苦各位研发的同学们。刚才我们看到的是原神游戏内的一些有趣数字，那么接下来这组数字就跟屏幕前的各位有些关系了。哎，这个数字啊，我有些想法。Michael， 你既然提到和屏幕前的大家有关，我猜猜。你看 el código ya. Ya viene el código, el último código. Falta el último código. 目前原神全网的关注数已经超过了9953万人了。好耶。不过说实话，虽然猜对了，但是这个数字啊依旧让我十分惊讶。在当初立项的时候啊，我们可能都没有想到能取得今天这样的成绩啊。有那么多的旅行者走上了皮瓦特的大陆，与我们共同创造美好的回忆。是的，这个数字是旅行者们对我们原神团队的认可，也是最好的回报，同时也督促我们不能懈怠，因为我们承载着旅行者们的期望。话不多说，让我们继续。这个数字让我看得有点懵了，实在是过于庞大了。我随便猜猜啊，这是不是播放量或者点赞数什么的？看来大伟哥对这类数据啊特别的敏锐。这是原神发布的官方视频内容在全网社区的总播放量，目前已经达到了40亿次。其实在这一些内容创作的过程中，我们同样遇到了非常多的困难。如何更好地把游戏内容通过视频形式展示给大家，并不是一件容易的事情。每当创作同学觉得疲惫或者没有灵感的时候，看看各位旅行者在评论区对内容的支持，就又会充满干劲了。而结果也是如此，只要我们创作出优质的内容，我们就一定获得回报。是啊，旅行者们的支持与热爱正是我们创作的动力啊。接下来让我们分享最后一组数据。不知道屏幕前的旅行者们有没有猜到呢？既然已经到了这个环节的最后，我就不卖关子了。开服至今，原神官方每个版本都会举行相关的视频二创活动，这个数字是目前全网参与的总人数，迄今为止已经达到了1150万了。嗯，有趣的是啊，这个大数字啊一点都不让我意外。其实啊，原神能够取得今天的成果啊，光靠我们研发团队肯定是远远不够的。Tiempo vuela. 优质二创内容啊，
Sí, ya, ya, sal, ya, yo creo que ya va a salir el código ya. El último código, yo creo que ya se termina esto, gente. Ahí está, gente. El último código. Venga, ¿por qué sale Nahida? ¿Y por qué sale Shogun Raiden? Eso está raro. Ahí no está, ahí nos están tirando algo, gente. Nos están tirando con Aja, Shogun y Nahida. Gente, para que no tengan Nahida, comiencen a ahorrar. No sé, algo me dice que va a venir Nahida en el tercer aniversario. Ahí están los cuatro arcontes. Ah, no, están los cinco arcontes. Mira, si usted pone a ver todo, están todos los arcontes. Están los mejores arcontes. Sí, están todos los arcontes, Ricardo. Estaba la nanita que tanto odias. Canciones nuevas, ok. Uy, mira esa Eula, qué linda. Mira la Eula con falda, ¿eh? Bueno, con un vestido. Mira hacia Albedo, ¿ah? ¿Eh? Mira el Tartalias con ese vestidito. La Diona. Chavo también está ahí, mira. Al fin, dice. ¿Te imaginas a Ebla con ese vestido? Ay, María, hombre. Pollo Mix. Musiquita, gente, musiquita. Ah, la música de batalla de Fontaine. Está buena.
Está sabroso. Pito, no, 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 la verdad no hay nada que decir. La banda sonora de Genshin Impact es única, gente. Pucha. Yo mis que busca la cancioncita esa, está buena. Ay, mira la voz del Tabibito. Ay, mira.本当に日々生きていて原神っていうコンテンツが日に日にでかくなっていくことを実感する日々です。スタッフさんとかに原神やってるよって声かけていただくことだったり、あと本当特にちょっとこの今この動画を通してちょっと世間に、世間にっていうか業界内にお伝えしたいことが一個だけあって、原神にまだ関わってない方の役者さんからもすごくお声掛けいただくことが多いんですね。原神やってるよとか、ひいてはなんか俺も原神、俺も私も原神出たいよ、堀江君言っといてよってなんかね言っていただくことも多くて、ただそういった方々に本当僕は伝えたい、今この場をお借りして僕にそんな権力はない、僕が言ったってどうしようもないのです。僕が言ったところで、ああじゃあ堀江さんが言ってたのでこの人一丁出してみるかなんてことはねないんです。周りの皆さんへ言っています。これは皆さんが思っているほど僕何の影響力もないのです。そこだけはどうか心の片隅に留めておいてほしいです。
自身もでも本当にみんなに原神出てほしい。それが叶うといいなと思っています。思いだけは誰にも負けません。僕もしその夢が叶ったらどうか一緒にマルチプレイしてください。本当に一緒にマルチプレイする人僕めっちゃ少ないんですよ。本当にぜひテイワットの冒険のお供にさせてくださいということで、本当に、これから原神はもっともっと大きくなっていくコンテンツだと僕自身も思っています。それは皆さんの応援が今までもたくさんあったからこそだと思っています。そしてこれからも皆さんの応援なくして原神はないと思います。これからも引き続き応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。 Bueno gente, esta es la voz del Tabibito. Es el que hace la voz del Tabibito. Ah, mira, Lumin. 皆さんこんにちは。女性主人公ホタル役の結城葵です。原神3周年おめでとうございます。もうあっという間の3年間、いやいや3周年だったなぁと、思い返しております。もうパラモストラウナエイヤ、本当にこの3周年の間もう全く旅人たちをね飽きさせず、本当にいろんな遊び方をさせてくれていて、もう私もねこの3周年の間ずっと何ていうんですか、毎日多分原神にインしてない日はなかったくらい、割とこうハマり込んでいる、旅人の一人なんですけれども、なんか最近のねイベントもすごい、何しろスメールから来て、でもねなんか本店の話もすごい。Ay, ese auto de miércoles. ¿Por qué no le colocan pipeta a ese auto, Dios mío? なんか謎がまだ増えてる、フラグが立ちまくってる状態がね、この30年の間にこう育まれてきたこのストーリーの続きをもうこれからもねずっとね。Pero casi no habla. No, por ahí, por ahí a veces habla Ricardo. Por ahí a veces habla la Tabibita. 一演者としてもね、ホタルとしてこの原神という作品のね歩みを一緒に皆さんとねこう進めていけることをとても嬉しく思っています。De vez en cuando habla. 今後の展開なんですけど。今後の展開についてのご希望がありすぎて、ちょっといろんなこんなことあったらいいな、あんなことあったらいいなって思うけど、まあ、まずお兄ちゃんと出会うじゃん。それはでも出会ったら終わっちゃうか、おあちゃんやわちょっといろいろ考えはしますけどね。じゃあ全然関係ないところでいきますね。ちょっと何にもきっと触れないであろうっていうところからいきますね。まあ、私今回のフォンテーヌのすごい最強に最高だったところがですね、メルジーヌのルックスがめっちゃ好きだったんですよ。だから、まあ、シグインとメルジーヌみたいな話じゃなくて、本当にメルジーヌあの見た目で、あのルックスのメルジーヌのプレイヤブルのキャラがいつか実装されてくれたらいいなってすごい思ってます。あとこれはもう絶対どこででもこれから言っていくぞって思うけど、白術先生の新スキン実装を楽しみにしています。はい、ということで旅人の皆さん、これからもねぜひぜひ、原神を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ホタル役ゆきあおいでした。バイバイ。シャオルミン、あ、みらラオデルタルタス、ひどいものだと。俺がそっちの規則なら俺も自分の規則で行こう。皆さんこんにちは、タルタリア役の木村良平です。ということで原神3周年おめでとうございます。いや3年ですか。なんかでもまだ3年かという気分にもなるぐらい結構付き合いが濃いような気がしますしね、かなり早い段階で。Hablando del qué pasaría con el Tartas, ¿eh? No muestra, no ha mostrado nada del Tartas. No sabemos qué le pasó en la prisión. ありがとうございます。これからもよろしく。Si lo miró a sacar o qué.コンテーヌが実装されましたね。もう皆さん遊ばれました。僕はねまだ行けてないんですけど、まあ、関係者の約束ということで資料をいただいてまして、コンセプトアートとかもらったんだぜ。いやーこれいいねめちゃくちゃいいね。今まで行った街とかね、あるいは遺跡とか、それぞれ結構好きなところがあるんですけど、この街俺好きだわ。なんかさ、水って自然豊かなところにあっても美しいし、すごくいいと思うんだけど、
ちょっとだけこの近代的だけどこのアーティスティックな街並みの中に、そうそう、まさにそのアートの。Hablando del Tata, ya me falta poquito, gente, ya me falta poquito para subirlo a nivel 70 o 80. Creo que 70 ya, 80. Yo creo que para el abismo que viene ahorita, capaz que ya lo lleve, ya lo llevo. No, es el polvalo allá. このお船みたいなのに乗ってシューッと行くやつ、これど、いいよね。なんかもうスーッと観光できちゃうわけでしょ、要するに、そしてまあちょっと長くなるんでね、あれですけれども、この水の中に潜れるやつね、皆さん僕の配信見てくれました？1回目の配信でね、欲にかまけて溺れてましたよね。まさか潜れる日が来るとは、はい、ということでですね、タルタリアもフォンテーヌ魔人任務に登場しております。結構大丈夫ですかっていう感じの部分があるんですけれども、まあまあタルタリアならね大丈夫だとは思いますが、ぜひぜひ皆さん頑張れと応援してあげてください。はい、ということで、僕の配信でもですね、いつかフォンテーヌに行きたいなと思ってますけれども、なかなか時間が取れないんで、原神公式さんが僕のスケジュールを抑えてね、配信やれよってやってくれたら一番だなと思ってます。信じてくれよな、バイボー。以上、タルタリア役の木村良平でした。おお、原神3周年おめでとうございます。Es parecida a ella. Es parecida a ella. Bueno, gente, no mostraron nada todavía de Tartaglia. ¿Cómo hace para escribir así? Dios. Gente, como que se acabó esto, gente. Y no sabemos nada del Tartalias. Ah, mira, la voz de... La voz de Klee. この1年振り返りますと、クレイはたくさんのイベントで皆さんとお会いしてきました。ヌインドブルーム祭もありましたし、夏イベントは毎年恒例といった感じでクレイが参加していますよね。今年の夏イベントではクレイは新しいコスチュームの魔女っ子の姿で登場して、ビュンビュン爆速車に乗ったり、サーカスで遊んだり、なんとかしてみんなで作り上げた演劇を楽しんだり、いっぱい遊んでいましたね。いつもクレイは「ガイアお兄ちゃん!」って言ってガイアのことを慕っていて、とてもいい関係性だなぁと思っています。
逃げ回る太陽と言われているクレイはですね、プレイしてくださっている皆さんを元気に笑顔にするだけではなくて、演じている私自身もいつも元気をもらっています。毎年夏にクレイのお母さんのアリスが素敵な思い出を作るきっかけをプレゼントしてくれているんですが、魔女のお茶会のお話もあったので、いつか二人のやりとりを見られたらいいなと思っています。お母さんの前でクレイはどんな風に振る舞うのか、思いっきり甘えたりするのか、それともいつも以上にはしゃいで駆け回ってしまうのか、想像するだけでワクワクします。あとはですね、クレイはよくガヤお兄ちゃんなどクレイの世話を優しくしてくれる人たちと一緒に登場するシーンが多いんですけど、いつもクレイは割とみんなのことを振り回していて、たまにはクレイが振り回されたりするのもあるのかなって思って、スタッフさんにもお伺いしたんですけど、アルハイゼンっていうキャラクターが結構我が道を行くタイプだよっていうのを教えていただいて、そういうアルハイゼンみたいなキャラクターとクレイがこう会話したりしたらどんな風になるんだろうっていうのが、個人的には今後見ていきたいなって思いますね。クレイの新たな一面もこれからいろいろ発見していきたいと思っています。これからもクレイとテイワットの旅をお楽しみください。以上、クレイ役の久野美咲でした。変身3周年おめでとうございます。鹿の院平蔵役、なんで変身配送、平蔵実装から1年ちょっと、僕が原神に最初に携わったのが稲妻の鉄平ですから、そこからだと2年のお付き合いですね。早くも感じるし、アップデートの速さと供給量から考えると時間の経つのが遅くも感じられます。Bueno, eso me dice ahora, hombre, gente, ¿eh? Vamos a bañarnos, a desayunar, gente, ir al trabajo, gente. 気になるキャラクターが増えました。個人的に一番刺さったキャラクターは、これはクイズにしましょう。最初に出会ったのは、será que hemos enfocado ahorita, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? 泳いでいて出会いました。わかりましたか？次のヒントです。家族と一緒にいて、お父さんとお母さんは寝てました。10 en punto, gente. 10 en punto. 正解は、ora Argentina. 特徴です。これが一番気になりました。以前のインタビューでコンドルについて話してましたが、僕、そう、動物オタクなんです。すいません、またカット覚悟で語らせていただきます。プクプク獣、飛脚類をね、想起させるデザインのプクプク獣、飛脚類っていうのはアシカやアザラシの仲間のことです。このプクプク獣を初めて見た時に、みんなそこで眠ってて、これはアザラシかと興奮したんです。皆さんご存知でしたか？アザラシは水の中でも眠れるんです。氷の上でね、ゴロゴロしてるイメージが強いですが、水中生活に適しているアザラシにとっては陸上よりもずっと安全なのかもしれませんね。呼吸はね、どうしてるかというとね、しないんです。イルカのようにね、脳みそをね、片方ずつ眠らせて呼吸は水面に上がってしてるタイプとは異なって、アザラシは1回の呼吸ね、血液とか筋肉にたっぷりと酸素を取り込めるから、種類によってはね、1時間も2時間も潜っていられるんです。アザラシすごいんですよ。ね、アシカとかはね、そんなに潜れないらしくて15分くらいなんですけど、アザラシは長いで、ね、だから、アザラシは海底で眠れるんですね。ゲーム内でね、プクプク獣見てると、泳いでる時はね、水面に顔を出して息継ぎしてるんですけど、眠る時はじーっとね、そこにいるんでね、それぜひ観察してみてください。てかね、Mira el stream de más siempre ver una cosa. Mira el stream de más siempre ver una cosa.
Mi elección oficial de en español, en inglés. Ah, acá está diferente. わかったな、なんかドキッとしてうわってなった後に平蔵に起きてね、起きてって声かけてもらって、自分の声なのにすごい助けられたなって思いました。ああ、そう、あのイベント中に平蔵がカスハに話しかけたところ、皆さん覚えてますか？力を貸してっていうね、頼んだ一幕がありました。あの事件どうなったんでしょうね。解決したんですかね。ですかね。その辺の話も見られるのが来ると嬉しいですね。例えば平蔵とカズハが関係として活躍する謎解きイベント。あれ、パサンセコンドコーデ、なんかそういう なんていうかな、強い謎解きに強そうな人たちのイベントみたいな。アルファイザーもいいですね。そういう人たちのイベントあったら楽しそうだなってちょっと提案してみたりして実現したらいいな。あ、そう、ごめん、あの今ゲーム内で考えてましたけど、外もいいですね。テイワートを飛び出して現実でオフラインでのイベントでも。Qué lástima que no traduzcan en que sea en español, aunque sea en inglés, ¿viste? あ、でも自分が録音したら答え分かっちゃうかもしれない。もやもやする。もやもやする。何ルートか作っていただいて、僕は全然かからない謎もあってくれたら楽しみ。あ、妄想広がりますわ。原神って、その今シンフォニーの話も展覧会の話もしましたけれど、さっきのね、ぷくぷく獣もそうですし、何でしょう、やり込みと、作ってる側のやり込みとというか、細かく調べ上げて、でゲーム内に反映されるさせるこの熱の入れ方、ストーリーもそうだし、イベント中にしかないミニゲームもそうだし、あのあれありましたね、肝試しの時のブロック崩し、あれもすごいクオリティで作ってて、でゲーム内にしっかり馴染ませてて、なんでしょう、あの徹底ぶり、これが旅人、我々旅人をずっと楽しませてくれているんだなって僕は思います。神は細部に宿るってね、なんかそういう精神を感じますね。本当に素晴らしいと僕は思います。いけねいけね、プレイヤーガジャンって、ヘイスコメントしなきゃいけないですね。Está hablando mucho Jesús, Dios mío。これからも長く愛される作品であり続けるよう、お呼ばせながら僕も力添えしていく所存です。まだまだ広がる原神の世界、末永く楽しんでくださいませ。鹿の院平蔵役、井口雄一でした。Bueno, ahora se la paso. Hoy se hizo a lo como casi media hora. Y justo pasó también el vendedor. ものすごくやっぱ印象的で、いまだにそのなんていうのかな、こう追いかけてるキャラクターですね。 ここが本当のエウルワか、それともみたいなっていう、いや全然ね難しい人ではないんですけど、ちょっとこう人とは感情の発露の仕方が違うというか、生きているこうゾーンが違うっていうか、あの不思議な人で、なんかね自分が作ってきた全部飲み込んで前に行くっていう、そのプロセスのね、なんかね、場所が違ったんですよね。それがね、すごく衝撃的で、
その分とても愛しいキャラクターになっていますね。最近のエウルワさんですけれども、ウィンドブラム祭とか夏の期間限定マップのイベントで登場して、いやもう最初ねそんな出会いでしたから、そしたらもうラルゴヘンテみたいなところから、いやもういやさたおるよヘンテの会話してるエウルワが可愛くて、ダレエウラ、やてすこちもちこんな表情も見せられるんだなとか、あもう本当アンバーがいてくれてよかったよねっていう、もうなんかこうちょっととっつきづらいキャラクターでしょ、この性質がね。だからアンバーがこう天真爛漫にねエウルワにこうぐいぐい来てくれたおかげで、彼女はちょっと心を開けてこう会話ができるようになって、そしてねあのクレちゃんともねアンバーを通して出会えて、あの喋っているということでね、あのもうね友達になったところからスタートだったんですけど、一体あの2人がなんていうの、2人にされてどういう会話をしてるんだろうとか、最初の頃どういう風に友達になっていったんだろうとかね、こうそういうところも見てみたいなって思いますね。エウルワに関してはね、とにかく人とどうやって距離を縮めていけるのか、そして彼女が、どういう風にこう前に進んでいくのかっていうのを見たいので、もうみんなと喋ってみてほしい思いがいっぱいなんですよね。だからこう嬉しいですね、あのいろんなキャラクターと喋ってる彼女を見ると、あこの子にはこういう目線で喋りかけるんだなとか、意外とやっぱりこうそのツンツンしてるわけじゃないんですけど、距離の取り方のなんか面白さがあってですね、毎回おーって思うんですけれど、あこんなにずっと喋ってていいのかな、いいんですか、あいいんだ、ちょっともうちょっと喋らせてくださいね。で、皆さんがね可愛いねって思ってくださったシーンがね、あのクレイちゃんがさ、役をこう演じてっていう話になった時にね、旅人さんには騎士になってって言って、でクレイちゃん魔女になるよって言って、エウルワが、ね、騎士の役を振られなくてちょっとこうブスッとするというか、私だと思ってたのにみたいになってるとこ可愛かったって言ってもらえて、なんかそういうとこなんですよね。こう全然さ、こうなんていうのかな、大人のちょっと凛とした女性なんだけど、ちょっとこう素が見えると可愛いとか、ちょっとこう子供っぽかったりとか、そういうあのいろんな面が彼女にはあるので、演じていて私も嬉しいですし、みんなが好きって言ってもらえると私もあ本当私もって思うところではありますね。あとはあのラジオにもお邪魔してね、前野さんとすごいいっぱいお話できたの楽しかったなと思います。いろんなねキャストさんと喋ってみたいな、あのねそう、エウラ、ya por favor、エウラ、ya、¿qué sigue? Yo soy Mandar si viene alguien de Tartalia, si sabemos algo de Tartalia, pero...Tus mujeres están hablando mucho.今後ね見てみたいのはずっと言ってるけども、いろんな人と喋ってるエウルワが見たいなっていうふうに思います。¿Cómo está Andrés? ¿Está bien? どういうふうに仲良くなったのかとか、あとジーンさん、ジーンさんとどうなのかとかね、あの PV でさジーンさんが何を言うの、¿Cómo está Andrés? ¿Está bien? No, se verá Jesús. Jesús se demoró por ahí media hora. No, mentiras, pero uy, se demoró mucho.Encima que uno por lo menos pudiera entender algo, pero es que no entienden un carajo. きっとね、まあ、あんまりハッピーな感じではないのかもしれないんですけど、でも彼女が彼女らしくあるために、さあ、yo sé que la gente que este, entiende el idioma pues la, la está pasando lindo, ¿viste? Porque entiende la voz de Eula, pero uno que no sabe nada de esto llega un punto que te aburre. そしてね、原神の皆さん、キャラクターをね愛していただきまして、この世界がねどん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 広がっていくように、応援していただけると嬉しいなというふうに思います。まだまだ知りたいことがいっぱいありますので、ぜひエウラを出してとか言ってくれたら出る可能性もあるのかな、わかんない、嘘かも、あでも好きだよって言ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで長くなりましたけれども、3周年、おめでとうございます。エウラ役の佐藤里奈でした。バイバイ、チャオエウラ、あらちゅうちゃFalta la Alacén. Ah, mira, la voz de Alacén. Ahí está. Voy a hacer el desayuno.
Y sigue hablando. Yo todavía no he podido hacer el desayuno todavía. Recién voy a desayunar y recién me voy a ir a bañar. Está pinta el que hace la voz de... Ya la sé. Bueno, tengo un par de huevos con café y pan. Bueno, mira, se demoró menos él. Bueno, gente, eso como que se acabó, gente, ya, y no mostraron nada. O sea, no mostraron nada de qué pasó con el Tartalias. Va a tocar de pronto cuando venga la zona, capaz que muestren algo ahí. Y no mostraron nada, gente, eso se acabó ya. No, bueno, gente, ir a hacer el desayuno, gente, me voy a bañar para irme a trabajar, gente. Quedé en las mismas, no sé qué pasó con el Tartalias. Lo va a tocar que averiguar cuando juguemos el juego, cuando venga la nueva zona. Capaz que ahí nos demos cuenta qué es lo que pasó. Bueno, pues mi gente, yo me despido, me voy. Y nos vemos en la próxima, gente. Muchísimas gracias por pasarte por acá. Y espero que tengan un excelente día. Nos estaremos hablando luego, gente. Bye, adiós. Muestra a ver aquí 32K de personas. Uy, bastantes personas. Mucha gente, sí. Bueno, pues, gente.